いよいよパズドラチャレンジカップの予選が近づいてきた。いいか、苦しみ抜いたやつだけがプロの扉を開くことができる。ここがラストスパートだ。万全の準備をして勝ち抜くぜ。で、万全の準備って何すればいいんだ。言いたいだけやったんかい。ちょっと聞くけど、チャレンジカップって理解してる？この顔は分かっていい顔ですね。なに、要するにバトルに勝ちまくって優勝すればいいんだろ。それは違う。チャレンジカップの一次予選に使われるのがパズチャレだ。バカタレ。バカタレ。たく、これよこれ、パズドラチャレンジ。説明しよう。パズドラチャレンジ、通称パズチャレでは、決められたチームを使って制限時間内でどれだけ高いスコアを獲得できるかを競うのだ。そしてパズチャレのランキング上位に入ることが一次予選突破のため重要になってくる。はあ、今の若い子たちは何でも言葉を短くするんだから。回を起動するにゃ。ああ、そうだったな。行くでやんす。時間との勝負だ。瞬時にドロップの配列を見極めて無駄なくコンボを重ねる必要がある。つまりいつものバトルとはまた別のテクニックが求められるってわけね。あかん、このままやとプロどころか一次予選突破も危ういで。どうすりゃいいんだ、誰か教えてくれ。教える。あ、いるでやんす、教えてくれる人。え、こいつのことじゃねえだろうな。人を指さすな。パズドラ仙人？そうでやんす。山奥に住み、日々厳しいパズドラ修行に励むお方がいるという噂があるでやんす。噂ね。なんでもパズドラ仙人のところで修行をした人間は漏れなくプロになっているという噂でやんす。怪しすぎる。まあ、そんなデタラメを信じるバカなんてどこにも。パズドラ仙人にかけるぜ。そうにゃ、壁打ち破るチャンスにゃで。やったー。よし、善は急がば回るだ。で、その仙人はどこにいるんだ。インドの山奥か、アマゾンのジャングルか、どこへでも行ってやるぜ。お前のおごりだけどな。場所はI'm sorry.
ないか。こんなとこに立派な仙人様がおるわけない。何者じゃ。うわ、あの杖、あの白い眉、あの長い顎ひげ、まさしく仙人様。俺の名は明石タイガ、パズドラで世界一を目指す男です。信じとりましたね。あえてほんまに光栄にゃ。あなたがパズドラ仙人でやんすか。次は洗濯じゃ。そんなに。
むしろよく溜め込んだにゃ。まあ洗濯ならなんとかなるぜ。師匠、洗濯機はどこですか？なんだって？洗濯機ない、そんなものはない。ですよね。これは俺だって初めてだ。遅い遅いぞ、さっさと洗って日の高いうちに干さないと乾かぬ。タイムイズマネー。これも5秒じゃ、一着5秒で片付けるんじゃ。5秒、やってやるぜ。エビバディゴーヘイ、もう一丁、またまたソーヘイ、負けじゃない、シュビシュビゴーヘイ、もう一丁、1-2-3-5、ムーブザハッド。エビバディゴーヘイ、もう一丁、ミラクルコンボ、決めら勝利。シュビシュビゴーヘイ、もう一丁、7-8-9-5、シュコンボだぜ。その次の日も、そのまた次の日も家事をこなすタイガたちだった。本当にこれは修行なのか？おかしい、いつまで経ってもパズチャレの修行が始まらないぞ。よっそ、今頃気づいたんか。僕たちはだいぶ前から怪しんでたでやんす。おいら、騙されてるんかもしれんや。師匠、そろそろパズチャレの修行をさせてください。毎日毎日掃除洗濯料理ばかりで飽き飽きでやんす。プレイ戦闘、いい加減腕がなまってまうにゃ。師匠、どうかパズチャレの修行を。師匠、なんだって？パズチャレの修行を。つかることを伺いますにゃ。師匠、あなた本当にパズドラ仙人なんですか？もう何日も一緒にいるのに、パズドラもパズチャレもプレイしているところを見たことがないでやんす。師匠、本当にパズドラ仙人なら俺と勝負してください。無理じゃ。どうしてですか？だってわしスマホ持っとらんもん。スマホないならパズドラもパズチャレもできねえってことじゃねえか。パズドラ仙人なんて全部嘘パチか。この男、今すぐ出てってやる。ユキチ、ドラゴン。さっさと帰ろうぜ。とんだ時間の無駄やったに
ついでに試してみんか、修行の成果を。何をしておる、早く起動せんか。パズドラチャレンジ、見せてみ。